にちは、シエルです。で今日はですね、私が使っているスキンケアの商品を動画に撮っていきたいと思います。はい、ではオープン。はい、ここ数年は私は SK-II をライン使いで使っています。化粧水とかってなんかあんまり同じの長く使わない方がいいとか聞くんだけど、私はなんかね、いろいろサンプルとか試しても結局 SK-II に戻るという、そんな数年です。では、端から紹介していきましょう。このピンクのボトルは定番の化粧水のフェイシャルトリートメントエッセンスです。で隣がマスクインローション、黒いのがミッドナイトミラクルエッセンスで、隣のがミッドデイミラクルエッセンスで、隣がまだほとんどないんだけどフェイシャルトリートメントオイル、はい、この赤い瓶のが RNA パワーラディカルニューエイジ、はい、という感じで、まあ、この辺りを使ってて、まあ、こちらにね、ちょっと試供品とかがガガガガガーンって。まあ、私は結構敏感肌なので、あのね、結構化粧水とか肌に染みちゃうタイプなんだけど、SK-II のシリーズはそんなに刺激が強くなかったので、まあ、長年愛用している感じです。いろいろライン使いはしているんですけれども、絶対欠かせないのが、このフェイシャルトリートメントエッセンスと、あとこの、RNA パワーラディカルニューエイジ、この2つが個人的に絶対欠かせないと思っているものです。で他のものはいろいろ使ったり使わなかったりなんだけど、マスクインローションとこの、スプレータイプのボトルのこの3つに関しては、私はいつもあの新宿の高島屋で SK-II の商品購入してるんですけれども、いっぱいお買い物した人がもらえるプレゼントみたいな感じでもらって、でこれは化粧水を塗る前の化粧水がお肌に馴染みやすくするためのまあローションで、これはすごいもらってから気に入っていて、まあリピート買いしているものです。このね、黒いね、ミッドナイトミラクルエッセンス、これだけはちょっと刺激が強くてちょっとあんま使ってないです。ちょっとまあ残ってる感じなんだけど、で隣のこのミッドデイミラクルエッセンス、これももうちょっと残り少なくなってきちゃったんですが、これはこの冬に結構大活躍してました。乾燥している季節に化粧の上からねシュッシュッとかけて、乾燥を防いでた感じで、これ結構使ってましたね。スプレータイプだからすごい楽で、お顔を洗ってすぐこれシュッシュしてこの乳液っていう流れの使い方もしてました。でこの、フェイシャルトリートメントオイルもずっと長年愛用してて、もう少ないんだけれども、これも乾燥する冬の季節に愛用していましたね。まあ、SK-II を、まあ、その季節とかその肌の状態でいろいろ使ったり使わなかったりっていう感じなんですけど、マスクインローション、化粧水で、この乳液っていう感じかな。はい、でね、このね、乳液に関して RNA パワーラディカルニューエイジに関しては、数年前にミルキーローションタイプっていうのが新しく発売されて、ここにね、その試供品があるんだけど、エアリーミルキーローションだ、はいはい、これね、同じ形のもので、このエアリーミルキーローションタイプがあって、それにセットで付いていたのがこの美顔器で、一回その美顔器とセットの時に、まあ、この形のものでミルキーローションタイプを使ったんだけど、なんか個人的にあんまり合わなくてやめてしまいました。ミルキーローションの方がサラッとしてて、こっちの方が結構しっとりしてるタイプなんだよね。でこの、ラディカルニューエイジが何がいいって、クリームタイプなんですけど、肌の温度でトロンってね、溶ける感じがすごくあって、でそれがすごいやめられなくてずっと使ってる感じですね。とにかく保湿がすごい最強です。で、このマスクインローションの前は、ここにちょっとまあ初期試供品があるんだけど、このね LXP っていうのかな、SK-II のゴールドのバージョンの、さらにお高めのちょっと高いバージョンの、まあ、一通り化粧水とか乳液とかいろいろあるんだけど、そのシリーズの、これはね、マッサージ美容液で、最初ずっとこれを使ってました。こっちの方がなんかちょっとジェルタイプで、なんか顔のマッサージしてから化粧水っていう流れだったんだけれども、このジェルタイプのよりもこっちのローションタイプの方がね、肌にサラッて馴染む感じが良くて、一旦これプレゼントでもらってからずっとこっちに変えてます。
はい、その前はでもこれ使ってて、これもすごい良かったんですよね。で、まあ後ろにコフレでもらう化粧品とか、クレンジングと洗顔があったり。で、クレンジングと洗顔もずっと使ってました。これかな？今洗顔で使ってるのはこれかな？これの大きいやつ。フェイシャルトリートメントクレンザー。このやつの、これは試供品みたいな感じのサイズだけど、大きいやつを今も使ってます。で、ここにもいろいろな、なんか、試供品でもらうやつがあって、でこのパッケージの形の美容液も一通り使ってたんだけれども、なんか美白ものとかいろいろ使ってたんだけど、結局まあ使わなくなっちゃったかな、最終的には。そんな感じで SK-2 で個人的におすすめはやっぱりこのフェイシャルトリートメントエッセンスと、これが最強なんだよね、このクリーム。ただね、この SK-2 のこの化粧水に関しては、匂い、香りがね、ちょっとね、唾液っぽいというか、フローラルな爽やかな香りっていう感じじゃなくて、これ匂い苦手な人結構いるみたいです。私はもう長年愛用しているので慣れちゃったんだけど、一番最初使うときはちょっとおってなるかもしれません。はい。で、なんかでもそれがね、なんかそのピテラっていうのかな？なんかお肌にはいいそのピテラの香りだから、なんかその香りさえ大丈夫だったら、とてもおすすめしたい感じですね。なのでまあ SK-2 を使いたいと思っている方は一度 SK-2 のショップに行って、なんか香りとか嗅いでみるのも良いかなと思います。はい、というわけでこんな感じで私はもう数年ライン使いをしています。あのネットで買うとね、結構安く買えたりするらしいんだけど、なんか偽物もあるよなんて噂も聞いていて、私はいつも高島屋の新宿のショップで買うようにしてるんだけど、やっぱりある程度お値段するだけあって、対応してくださる方がすごい親切で、それでいつもまあ高島屋で買ってます。ただね、数年前はなんかポイントカードみたいのがあって、なんかいくら以上買うとこのローションがもらえますとか、そういう結構お得意様に対してのいろんなプレゼントがあったんですよね。そうそう。なんだけど、それがね、最近ポイントカードみたいのが変わってしまって、ちょっとねそういうのがなくなってきてる気がします。あとはいくら以上買うと SK-2 のなんかエステみたいの受けられるっていうのもあったので、それも何回か私は体験してるんですけど、なんかそういったちょっとしたなんかお得意様プレゼントみたいなのがここ最近で変わってきてる感じがありますね。はい、うん、個人的に本当にこの化粧水フェイシャルトリートメントエッセンスとこのラディカルニューエイジ、こちらの2つがとてもおすすめです。夏とか結構汗かくシーズンだと、ここまでしっとりよりは多分こっちのミルキーローションタイプに変えていった方がいいんだと思うんだけど、私はどうも、うん、こっちのね昔からあるやつの方にしちゃうという、まあそんな感じです。というわけで私の欠かせないスキンケアタッチでした。今日も動画見てくれてありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。